コンビ、アンジャッシュの渡辺謙が20日に更新された YouTube のピボ公式チャンネルに出演した。渡辺は、アンジャ、渡辺、ブランド再生は可能か?をテーマにクリエ、ティブディレクター、三浦貴弘氏に相談する形でトークを繰り広げた。5年後どうなりたいかと問われた渡辺は、2人目の子供が生まれたりするんで、生計をしっかり立てたい。芸能に関して言うと、過去のことは消せないとは思うけど出ていくことで、ちょっとでも薄まればいいなという感じですねと話した。YouTuber 転身については、いろいろな選択を間違えて、遠回りをしたので、これをやるとさらに遠回りになる気がしていて、と説明した。テレビにこだわる理由は、テレビに出ること以外でどう払拭したらいいかわからない。登録者数が何人いったら過去のことが薄まるとかあればいいんですけど。今のところ答えはもう一度テレビに行くことが近道になる気がしてると分析する。三浦氏は渡辺さんは認められたいという気持ちが強い人と思うと指摘。それに対して渡辺は損なんじゃないですね。単純に子供の将来、奥さん、佐々木、まれとの将来とか家族ですね。こんな人生にしてしまったので、ゼロにはならないことなんですけど、生きやすい渡辺家にしていきたいんです。また、家族3人で胸張って、社会の中で生きていくためにと切実に語った。